マリア・ベアトリーチェ・ヴィットーリア・ジュゼッピーナ・ディサボイヤは、モデナ公フランチェスコ4世の日、サルデーニャ王・ヴィットーリオ・エマヌエーレ1世と、王妃・マリーア・テレーザの長女として生まれた。1812年6月20日、母方のおじにあたるオーストリアイコール・エステ大公、フランチェスコと結婚した。二人は、非常に近い血縁であったため、ローマ教皇ピウス7世から結婚の際に、 特面状が出された。フランチェスコは1814年7月14日、モデナレッジ及びミランドラの支配者となった。二人には4子が生まれた。1824年1月10日の父、ビットオリオ・エマヌエーレの死に伴い、長女マリーア・ベアトリーチェがジャコバイトの主張するところの、イングランド女王メアリー三世及び、スコットランド女王メアリー二世となった。 当然ながら、父と同様に、マリア・ベアトリーチェも現実味のない大い請求を行わなかった。1840年9月15日、マリア・ベアトリーチェは心臓疾患が原因で死んだ。ありがとうございます。